もしもし。あ、もしもし。あ、すいませんです。長らくお待たせしました。すいませんです。あ、いえいえいえ。あ、すいません。私、素顔活動家ということで行動させてもらってます。愛沢義則と申します。愛沢義則ですね。義則様。はい。どう書きましょうか。あ、いいか。大丈夫ですね。あれ、素顔っていうのは、素顔の素顔でよろしいですか。あ、そうですね。はい。わかりました。はい。どのような内容で、中川会長のご意見に、発言に関してですね。そうですね。はい。はい。で、まあちょっと質問という形で、二三お伺いしたいんですけれども、はい。はい。国立感染研究所の方でも空気感染だっていうことを発表したことっていうのは、医師会の方ではご存知なんでしょうか。エアゾルですよね。はい。はい。あ、それはご存知な。うん。あ、なるほど。で、そうなるとマスクしてなくても結局皮膚や目から入ってきたりとかしますよね。なるほど。あまり、なんていうんですかね、マスクだけで防げるとは僕は思っていないんですね。はい。はい。で、あと、まあ、テレビの、その会見の方でもおっしゃってましたけれども、やっぱり諸外国の方でマスクっていうのがだんだん解除されつつあるじゃないですか。はい。はい。そうですね。はい。マスクをしながらの生活っていうのは子供にとって悪影響だとちょっと僕らは思っていつも外旋などをしているんですけれども、子供に対する悪影響ってね。そうですね。医師会の方では例えばマスクをすることによって酸素の吸入率が落ちたりとか思考低下がするっていう、そういう記事とか情報っていうのは手に入れたりしているものなんでしょうか。あ、なるほど。あ、はい、ということは質問形式というよりはむしろそのままストレートに苦情を伝えさせてもらった方がよろしいのでしょうか。はい、その方がよろしいかと思います。あ、わかりました。はい、申し訳ございません。あ、すいません。じゃあすいません、まあ僕らとしては本当にいろいろな情報を海外のこととかそのエアロゾル感染のこととか、はい、はい、考えた上でやはり会長はまだまだやるべきだと、まだまだマスクをするべきだとは言ってますけれども、マスクを外していろいろこれから経済活動や人間の活動を活発にするべきだと思ってるんですよ。はい。はい。まあ、ちょっと、多少強めに言わせてもらいますけれども、はい。はい。もう今の状態を延々と続くことが本当になんか日本人として情けないなと。あくまで一意見ですので、僕らが正しいとか間違ってるとかはないですけれども、はい。はい。特に僕らは子供のことを考えて、まあおこがましいかもしれませんけれども。お子さんのことですね。はい。どんどん結局そのマスクをすることによってコロナは怖いよねっていう空気作りを作り、はい。はい。子供にどん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 虐げられているんですよね。対策として。はい。はい。まあ対策をするのは医師会ではないんでしょうけれども、それがやはり僕は許せないと。はい。はい。そういうことで、すいません。今回は改めて苦情の電話ということで、はい。させていただきました。受けたまりました。はい。上申してもらえれば。に報告、あげときますので。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。はい。貴重な意見ありがとうございます。はい。すいません。よろしくお願いします。はい。失礼いたします。はい。どうも、失礼します。